はい、こんにちは、ジャムです。今回は、コウノリさんがね、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。いけ。さて、おっと、これはドワーフ取ってみましょうかね。カキカギチーズ、まあ、これ鍵取っておきますか。箱に備える。バブルコウフネズミ、これバブル取っておきましょう。ドワーフにビール飲ませるか、ドワーフをね、増やすか。まあ、ちょっとビール取ってみましょうか。まあ、ドワーフがね、そんなに、何体もね、必要かと言われると、まあ、微妙なとこもあるんで、まあ、一応ね、消費してくれるやつを取っていこうかなという感じですね。これどうしようかな。まあ、退屈カプセル取るか。退屈カプセルだったら、まあ、一応ね、バブルと一緒に割れてくれるからね、ビールも飲んでくれた。オッケー。まあ、バブル追加しましょう。鍵はとりあえず1本あれば十分。うわ、これちょっといらないな。いらないけど、ギャンブラー取れるように3面ダイスだけ取っとこうか。ほいほい。花袋ギャンブラー、そうですね。まあ、ここはじゃあサイコロ取ったし、ギャンブラー取りましょう。袋猿鉱石か。まあ、ドワーフがね、まだ鉱石割れないから、どうしようかなと思うけど、まあ、猿でいいかな。おんの。おんの。ギャンブラーが、ダイスの目が悪くていくと。で、50払って、6スピン後に100。クロスと取ってるので、まあ、クラブかハート取りたいんですが、どっちにしようかな。まあ、ハートでもいいか。ここは、パープルペッパーにしようかな。トランプでもし固められるようなら、結構いいんじゃないかなっていうことでね。で、猿がいるので、ココナッツは取りましょう。ほいほいほい。お、破壊し、墓石ね、来ましたね。で、クロスと破壊してもいいかな。まあ、破壊しと破壊し。いや、別に今のは、そういう意図はないんだけどね。まあいいや。ここは一応賞金稼ぎ取っておきましょうか。お、トランプがいい感じに絡んでるね。バナナ取りましょう。猿の餌。猿がなかなか食わないね。ここはちょっとスキップかな。ほい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 。スピリット出したね、今。100払って、6スピン後に150。お、ハートいいね。紐付きコイン取りましょう。これでコイン回収しながら、猿がバナナ食って、トランプもね、それなりに種類が増えてきたよという感じですね。まあ、ここちょっとスキップ。ほい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 。信者鍵ロックボックス。まあ、鍵1個取ってるからロックボックス取りますか。3面ダイス巨大な鉱石石炭。巨大な鉱石。まあ、でも破壊手段ないからちょっとやめとこうかな。で、スピリット消える。んー、まあ、ビール飲ませておきましょうか。ドワーフに、餌追加ですね。これもちょっとスキップかな。1スピン後に150。お、ココナッツ猿が食った。余裕を持って150は払いますね。7スピン後225。ここはね、どっちがいいかな。まあ、この人参の方が無難か。快晴の空もね、ちょっと欲しいかなと、ちらっと思っちゃったけど、人参取りましょう。これちょっとトランプ狙って引き直すか。まあ、ココナッツでもよし。これ微妙だな。花やってないから、ブルーペッパーか水槽。まあ、金魚取れる、金魚を入れるように水槽取りますかね。空白はあんま出ない気がするんで。猿がココナッツ食う。ギャンブラーコーツ壺8。まあ、ギャンブラー取りましょう。まあ、3面ダイスあるんでね。で、またスピリット出る。鍵猫クラゲか。まあ、クラゲ取ってもいいけどね。まあ、取らなくてもいいな。これスキップですね。オッケー、猿がココナッツ食う。ダイスギャンブラー仕留めましたね。で、鍵も開いた。8コーツ壺ミダス。紐付きコインあるからミダスのまじないあってもいいか。コインは出てもね、全部巻き取ってくれますよと。ミルクパール鉱石。ここはスキップ。猿がココナッツ食う。ウサギカタツムリカメ。まあ、ウサギはまあ取ってもいいかな。まあ、取らなくてもいい。取らなくてもいいかの部分もあるんだけどね。で、鍵は、ロックボックス開けるのに使ったので、金庫もとりあえずいいかな。スキップしましょう。さてさて、
225払って、7スピン後に300ですね。これもちょっとトランプ狙って引き直してみるか。どうの矢でもいいけどね。トランプが結構集まってきてるので引いてみましょう。クラブ OK。 うわー、全部欲しいな。ロックピックも鍵いらなくなる快適な枕は、レアをね狙えますし、クセマシンね鉱石割るんだったらいいよなって思うけど、まあ今回は枕でいきますか。鉱石はねちょっと破壊手段がないので、まあギャンブラー多少効果、三面ダイスが、活躍、オッケー、速殺、まあ速殺だとねあんまりコイン稼げないんだけどね。でケミカル取る、即割れた、フグ、虚空のストーン、鍵、まあ虚空のストーン取っておこうか。はいほいほいほい、バブル、卵、忍者、まあこれはちょっとスキップかな。罰が消える、罰が消える、コイン出す、紐付きコインで、次回巻き取りましょう。今のはスキップ。オッケー、罰がまた消える。ネズミビール、クマか。まあ一応ビール取ってドワフに食わすか。で、300払えるので、ちょっと枕で攻めましょう。300払って、8スピン後375。うわ、微妙。エッセンスはちょっと外れかな。チリパウダー取ろう。で、ここはね、ワインなし、まあ、なし取るのはありかな。どうだろう。矢がないかな。矢がないから、今取ってもなしを強化する手段がないんだけど、まあ、ただなしの場合、果物だから、シェフとかそういう、シェフとか農家でも強化できるから、まあ、一応ね、鉱石、アメジストより強化手段多いんだよね。だから取っとくのもありかもしれん。まあ一応取ってみるか。お、人類学ゲットか。まあトランプ行くんだったらカスッと取ってもよかったんだけど、一応ね、レアが出ると欲しくはなるよなということでね、人類学の方を取ってみましたよという感じですね。で、ドワーフがビール飲む。お、いいね。どっち取ろう、スペード取ろうかな。まあハートでもトランプね、ちょっと集めようと思った場合はどれでもいいっちゃどれでもいい。お、金の矢嬉しい、金の矢嬉しい、ちょっとパール消しますか。花かな。まあパールとチェリーはねまだダイバーとかミセス引く可能性もあるので、今回はね花鉢やってないから花から消しますか。いいね、金の矢。いつもあんまりそっぽ向いて活躍しないイメージもある、嫌だけど、今回はいい感じに刺さってるね。オッケーオッケー、でかい、キャンディ電球、鍵、んー、まあこれはスキップ。今回は矢がそっぽ。さてさて、まあただね、なんだかんだ金の矢強いからね。でかいでかいでかい。お、銀の矢もゲットこれはいいぞ今回。そして銀の矢はいい感じに刺さってる。凍った化石か。化石はちょっといらんかな。20スピンも置いとけないよな。スキップしましょう。で、375払えるね。ただこれギリギリか、怖いかもしれん。怖いかもしれんが、攻めるなら取りましょう。375払って、8スピン後450ですね。まあスキップで手に入るピンクペッパー取ろうか。あ、学者来る。学者が来るか。まあ、鉱石取れるようになる。パール処理できる。まあ、一応取ってもいいね。学者取りましょう。お、交換装置偉い。交換装置はかなり偉い。じゃあ早速学者に食わせますか。OK。鉱石も学者に食わせるために取りましょう。さあ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 、ここも食わせていく。一気に強化できた。電球ワイン、ミダスのまじない。ミダス増やすか。紐付きコインあるからね、怖くな、怖いもんなしですね。でトランプがちょっとつながるようにしたいなあということで言うと、こういう感じか。おおお、いいんじゃない。よし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 。今なんか墓石がちょっと銀の矢と金の矢クロスしてすごいコイン出したね。 OK、 次行きましょう。
これはどうしようかな。トランプつなげていく。まあ、こういう感じでいいか。お、いいね、いいね。金の矢の当たりどころもよし。フグイカ様ケミカル。まあ、ケミカル取りますか。ここはトランプをつなげる感じでいくなら、こう、あ、まあどうしようかな。まあ、ウサギとチェンジでいいか。ほい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 。サンスピン後450。なんとかなりそうだね。鉱石取りましょう。これは入れ替える必要が、そこまでないような気もするが。どっちかな。まあ、トランプつなげるか。で、鉱石パール割る。オッケーオッケー。学者も育ってきましたね。狼ハート幸運。幸運も欲しいけど、ハートかな。さて、ここはどうしようか。まあ、ハートをつなげましょう。銀のやね、梨に当たってくれたらでかかったんだけどね。再抽選取っとくか。450払えるね。どうしよう。枕で攻めるか。450払う。キュースピン後600。サビタギアエッセンスか。取っておこう。魔女。魔女か。ちょっと引き直すこれ。イカサマカプセル、アイテムカプセル。まあ、レア枠なければアイテムカプセル取るっていうのもありな気がするんだけどね。あ、っていうか、ミラス2つ取ってるから、魔女でもいいのか。魔女取りますか。あ、で、快晴の空。まあ、タイムマシンの方がいいような気もするけど、月も太陽もね、まだ持ってないからっていうとこはあるけど、まあ、快晴の空、せっかくだから取りましょう。まあ、一応、ウサギがいるから月は取るからね。そうだなぁ、ここは、こういう感じか。はい、オッケー、オッケー。あ、しかも金の矢が当たる。でかい、ミダス24。猿タイムカプセル8。タイムカプセル1を取るか。これはどうしようかな。まあ、ミダスを、魔女の隣に置いておきますかね。ほい、ほい。タイムカプセル、ビールが復活。まあ、ドワーフに飲ませましょう。これはスキップ。ドワーフが盤面に出てない。ああ、まあまあまあ、魔女に、くっつけましょうか。オッケー。トランプも揃えつつ、魔女とミダスで合わせる。なしに金の矢が当たる。まあまあまあ、いいんじゃないですか。あ、せっかく水槽取ってるし、金魚取ってもいいか。さあ、ここは、ドワーフがいるからビール飲ませたいと思ったら、ビールの方がない。魔女もいない。ミダスは、ミダスとね、猫の位置かなり良かったんだけどな、魔女がいたら。まあ、ないので、まあ、ここ交換しましょうかね。トランプを、接するような感じにしておく。ここはちょっとスキップですね。さあ、今度は魔女がいる。ミダスに触れ合ってるね。十分触れ合ってる。まあまあまあ、これだったらね、どうしようかな。まあ、猫隣接させるか、トランプくっつけるか、トランプくっつけようか。これでいこう。はい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 。オッケーオッケー。ちょっと金の矢が、中の方にいるのに罰を刺しているのは悲しいけど、これ、コクのクリーチャーより鉱石かな。そうだね、鉱石割ってもらいましょう。で、ついでにビールも飲んでくれてるから、魔女が、あー、そうだね。まあ、魔女ここにしようか。オッケーオッケーオッケー。ビール飲んだ。コクのストーン割れた。ほい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 。まあ、除去カプセルは一応取っておきましょうか。ここは魔女を二つ隣接させようとするなら、こっちですかね。はいはい、オッケーオッケー。さらに学者に矢がダブルで当たる。でかいでかいでかい。これはスキップ。ここの交換装置はどうしようかな。
まあ、ハート、トランプ、つなげる。まあ、こういう感じでいっか。あ、そうか、サビタギア忘れてた。サビタギアエッセンス、発動しちゃいましたね。まあ、ハート 1.5 倍もでかいでしょう。600払える。ガンガン攻めよう、じゃあ。枕の効果を発動。次、急スピン後650ですね。あ、トランプ名人取る。で、ブースターパックニワトリ小屋か。まあ、ブースターパックかな、今回は。で、ブースターパック早速開けていくか。怒りかに犬。これはスキップ。まあ、鉱石は取ってよし。鉱石は取ってよし。あー、これちょっとスキップかな。猿にバナナ、あんまり。どうなんや、取りましょう。金銀銅、矢が揃った。ここはちょっとトランプ狙って引き直してみる。トランプ来ない。まあ、泥棒取ろうか。学者育てるためにゴーレム取ってもいいかな。で、月は、取りましょう。オッケー。ちょっとね、シンボル多くなってきましたが。まあ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 、学者の餌も多いので、処理してもらえばいいかなというとこですかね。これは一旦こうしようか。ほい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 。破壊のまじない怒りココナッツ。まあ一応猿いるからココナッツ取るか。で、快晴の空の効果でね、月がウサギとは触れ合ってますね。今度はどうするか。まあ猿にココナッツ、食わせましょう。オッケー。まあ学者もいたらね、ちょっと鉱石を処理する方を優先したかもしれないけど、今回いなかったんでね。金の卵か。金の卵4コイン。まあちょっとスキップかな。ここはちょっと足さずに行きましょう。泥棒も早めに食わせちゃってもいいかな。まあいつでも行けるなら泳がせておくっていう考え方もあるけど、これちょっとハートつなげとくぐらいにしよっか。ほい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 。いいね。梨が20コインも出すようになってるとは。ここはちょっとスキップしよう。そしてここの交換装置は、どうしますかと言った時に、あれなんで学者がいないんだこんな時に限って。魔女もいないね。ちょっとシンボル増えすぎてるか。チェリーとか消しましょうかね。まあトランプ名人トランプに寄せていきますか。あー、どこがいい？ここにするか。ほい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 。28コイン出す。アイテムカプセルは取る。で、ちょっといらんもん消そう。で、チェリーいらない。ね、チェリーいらない。コインは勝手に消える。バナナの皮は消してたか。もう猿もちょっと退場でもいいかな。ココナッツ食ったら消そう。ということなので、まあ、一旦このままでいいか。さあ、学者が鉱石割る。そうね。まあ、トランプ名人、トランプの方に寄せますか。ここでいいかな。こういう感じでいこう。ウサギの脳裏ゲット。ほい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 。光る小石も割った。プラス8まで育つ。よしよし。ギャンブラーロックボックス信者。まあ、これちょっといらんな。ギャンブラーわざわざ今更取ることもないでしょう。猿にココナッツ食わせたかったけど、食ったら退場を読んで、食ったら退場の気配を感じてか、猿がいないね。であれば、まあ、魔女に近づけておくか、見出すのまじない。オッケー、これで行きましょう。ほい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 。オッケー。3スピン後650もなんとか超えられそうですね。そこまでいけたら、ある程度軌道に乗ったか。オッケー。猿も退場でいい、これなら。そうだね。まあ、泥棒賞金稼ぎ、捕まえ時かな。だとしたら、まあ、乱すのまじないでも、魔女に隣接させておきましょう。オッケー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 。一気に、学者が育ちましたね。コフさん面ダイスギャンブラー、これはスキップ。
で、そしたら猿はね、ちょっとちょうどココナッツ食ったところなので、消してしまいましょう。猿を消して、あとは三面ダイスももういらないかな。三面ダイス消しましょう。これでいく。こんだけ鉱石出てきてる盤面で学者がいないのは辛いね。学者がいたら、まあ、うまく破壊できるところに配置したかったんだけど、魔女もいないからちょっとやれることがないな。まあ、トランプつなげるぐらいか。まあ、ただ罰と交換するのもちょっともったいないけど、まあいいや。これでいきましょう。ほい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 。21コイン出す。ここはスキップで OK ですね。650十分払えるので、ここは、攻めましょう。枕の効果を発動。650払って、10スピン後700。うわぁ、ちょっとエッセンス外れだなぁ。エッセンスは外れですが、まあ脱毛シーズンでも取っておきますか。あ、これ月2個目。月と太陽、快晴の空エッセンスとかね、発動。エッセンスの方を引いてこれるなら太陽取っとくのもありやけど、まあ、ダブル付きでいいかな、これは。コーヒーは外れですが、取っておきましょう。OK。交換するシンボル、学者がいないっすね。学者がいない、トランプ名人もいない。まあまあまあ、猫と、乱すのまじないに隣接させておきますか、魔女の方をね。で、ダブル付きが、ウサギに絡んで、ウサギが倍率結構出ると、ギャンブラー花、プレゼント、これはスキップ。さて、さて、さて。脱毛シーズンエッセンスで余計なウサギの毛が発生してるのか、そうか、コロコロ欲しかったな。っていうか、あれ取ったの良くなかったわ。これはちょっと失敗ですね。まあ、失敗を認めて次に進みましょう。あ、でも銀の矢が魔女に当たる。あ、でも魔女に当たっても大したことないのか。ウサギの毛をねセルフで追加するようなことは、しないんで、まあこれはスキップですかね。わざわざねパールを学者にあげるつもりはないからね。うん、まあここは学者に3つ食わせていきましょうか。 OK。 ほい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 、いいぞいいぞ。15まで一気に育ちましたね。まあ、鉱石、学者の餌で、再度追加していきましょうか。さあ、これはどうしようかな。まあ、魔女を猫にも隣接できる位置に動かしておくか。OK。よしよしよし。カニスペード8、まあ、スペード追加して、まあ、トランプ強化していきましょう。学者がいない。そうだね。これはまあトランプ連結。で、月と太陽が触れ合、月とウサギが触れ合って、まあね、これ、盤面にね、3つ揃うだけで36コイン、ウサギが出すのは結構強力ですね。まあこれもスキップでいいか。交換装置、どうしようかな。まあ、学者が、鉱石割る状態にはなっているので、まあ、トランプ名人真ん中に置きましょうか、トランプの。銅の矢はそっぽ。ただ学者はそれなりに育ってきた。エッセンスカプセルと鉱石、ちょっとどっち取るか迷うけど、エッセンスカプセルにしましょうか。交換するシンボル選択。まあ、これは鉱石を割るでいいかな。鉱石を割るでいい気がする。こっちで OK。よし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 。光る小石も割る。一気にプラスが19まで育つ。メガ宝箱。今ね、鍵がないんだけど、まあ、でもシンプルに3コイン出すだけでもそれなりだから持っといてもいいかなぐらいの感じですね。一応持つだけ持っておいて、これ微妙。まあ、トランプ連結でいいか。ほい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 。巨大な鉱石取りましょう。これは学者の餌。学者が盤面に出てこない。トランプ名人を、トランプの真ん中に放り込んでおきますか。
はい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 。あれ、銅の矢の下の方が良かったかな。まあいいや、ハート取りましょう。で700払えるので、枕使って攻める。ジュスピンゴ777、アイスキャンディー取りましょう。ミセスか。いや、これ乱す王でいいか。いや、ミセスでもいいな。どっちがいいかな。ただフルーツは特に残ってないので、なししか。だったらまあ乱す王を取るのはありかな。紐付きコインで巻き取れるからね。で食洗機取る。5枚目のエースでもよかったんだけど、ついレアに食いついてしまった。まあここは鉱石を学者に割らせましょうかね。ほい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 。ちょっとね、紐付きコインがあるから、コインはね毎回毎回全部巻き取ってもらえるんだけど、鳩はねどうしようかな。まあ一応取るか。コロコロが欲しいな。しかしちょっと邪魔になってきたよな。紐付きコインじゃな、紐付きコインじゃない。魔女を、まじないの、ニコに隣接させていきましょうか。オッケーオッケー。さあこれで、おお、十分コイン出してるね。バブルごめんダイスココナッツ。ああ、まあごめんダイス取らなくてもいいかな。これちょっとスキップしましょう。さてさて、これね、鳩育てるか学者育てるかですが、まあ学者を育成しましょうかね。こっちに行く。オッケー。よし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 。で、しかもトランプ名人がハートを強化してジョーカーにして、学者をコピーできたのでかなりコインが出ましたね。ここはスキップでいい。さあ、これはどうしようか。魔女がいないか。魔女がいないんだったら、トランプも、トランプもしっかり隣接してる。サファイアを学者が食べる。動かすことないけど、一応ここ入れ替えてみるか。ほい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 。サファイア食って、結果的に、ね、王様がコインも撫でたので、かなり良しですね。スペード取りましょう。さあ、今度はどうだ？まあ、トランプ名人、トランプの真ん中に、入れておきますか。ほい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 。ダイヤ追加。そしてちょっといらんもん消すか。これ微妙だな。何がいらない？コロコロ欲しいよな。紐付きコインじゃなくて、ウサギの毛をね、除去したいんですが、まあ、ドワーフちょっとお役ごめんでいいか。ウサギの毛をコロコロで一気に回収したいなというところですね。まあ、ウサギとちょっと入れ替えましょう。脱毛シーズンエッセンスが余計だったんだよな、正直。パール買いに、雨か。まあ、パールね、学者の餌で取ってもいいけど、取らなくてもいいよな。スキップしましょう。さてさて、これはどうしようかな。まあ、トランプ名人、ここかな？ OK, OK. これでハートとスペード、ジョーカーか、で、学者をコピーして、一気にコインゲットですね。まあ、サファイア、学者の餌取るか、さっきのパールと何が違うんだって話だけど、気分ですね。これはどうしよう。まあ、これもトランプ名人を、入れ替えていきましょうか。まあ、ただ、梨も強化したいから、こうかな。その位置なら梨が当たる可能性がある。銀の矢、銅の矢。銀の矢は当たんないか。金の矢と銅の矢が当たる可能性ありましたが、まぁ、ちょっと外れましたね。鉱石取りましょう。これは学者の餌。そうね、学者に、2個食わせていきますか。あと、そうか、鳩が、サファイアは壊させませんでしたね。なるほど。巨大な鉱石取りましょう。で、枕を発動 しましょうか。っていうか、だいぶコイン余裕できてるな。今回は、大屋戦ね、突入しましたが、2700コインあるんで、かなり余裕ありますね。いやー、微妙だな、これは。ラッキーセブンでも取っとくか。お、月おかわりでかい。
ビッグシンボルボム、クロスート。まあ、ビッグシンボルボムでいいか。ビッグシンボルボム、即割りしましょう。破壊。まあ、これはちょっとスキップ。アイテムカプセル取りましょう。ここもスキップでいいかな。一応、泥棒取る。ワイルドカードゲット。まあ、クラブとちょっと迷ったけどね。これはバフカプセルにしとこうか。これもバフカプセルにしておく。除去カプセルもらいましょう。こんなもんか。オッケー。じゃあやっていきましょう。さあ、これはどうする？むむむむむ。これむしろ学者とワイルドカード隣接とかの方が強いような気がするので、ああ、まあ、こうでいいか。金の矢がワイルドカードを真横にね、貫いたらでかいかなと思ったんですが、まあ、そこまではなしと、巨大な鉱石取りましょう。さあ、今度はどうですか？トランプがいい感じに、接してる。トランプ名人はなしか。まあ、そうねー。ハート、まあまあまあ、クラブをちょっとつなげとくか。こういう感じ？で、バフカプセルが学者に当たるのも、まあ、それなりにでかいですね。ワイルドカード共有で、56、56。ここはスキップ。はい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 。OK。このまま、行きましょう。今度もバフカプセルが、うまいことね、ワイルドカードと、学者に当たりますね。まあ、ただ、だから学者を隣接させたいから、これはちょっとね、どこと変えるか微妙なとこだな。銀の矢と交換してみましょうか。まあ、鉱石割る方がいいのか？どうなんだ？バフカプセルが当たんないんだよな、でもそれだと。まあ、いっか、こっち行きましょう。OK、2個破壊する。で、バフカプセル当たる。で、サファイアも食って。どれだけ出る？ 31、62 か。金の矢当たればでかかったかな。これは、まあ、パールまで取って、学者強化することもないので、スキップしましょう。お、メガ宝箱破壊できなくなった。除去カプセルの効果がなくなる。なるほど。そうなると、除去カプセルいらんな。消したいけど、除去アイテムがないという。そういう状況か。あ、これはどうしよう。トランプ名人、トランプに接するようにするか。まあ、それでいいか。こうだね。これで、トランプをワイルドカード化して、学者をコピーする。オッケー。ドワーフバブルカタツムリ、これはスキップですね。はい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 。破壊のまじない追加された。これさ、学者を先にさ、ハートがコピーしてくれてワイルドカードでハートコピーするかなと思ったんだけど、上から処理されたのかな？ワイルドカード8しか、出さなかったね、今。じゃあ今度はどうしますかと。除去カプセル、中身出てこないんだよね。だったら、ハトを強化するのに使うか。でも、盤面整理できるから、中身出さなくても破壊されてくれていいか。ということであれば、ちょっと入れ替えるもの特にないんですが。まあ、適当に、この辺入れ替えとくか。はい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 。袋大富豪。まあ、月があるから袋取ってもいいけど、まあ、盤面ね、結構膨らんでるんで取らなくても良いかっていう感じですね。ここは、学者にパール食わせますか。はい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 。ね、金の矢もあわよくば当たってほしいかなと思いましたが、お、145でかっ。トランプ名人と、トランプ名人ワイルドカードにして、学者吸い上げたって感じか。結構でかいね。オッケー。学者が出すコインが半分になってしまった。まあ、ただもう334なので十分押し切れますね。学者不在か。
これ何？効果がなくなるって、中身が出ないとかじゃなくて壊れないのか。あ、それちょっと邪魔すぎるな。除去したい除去したいけど、除去できないっていう感じですね。まあ、ちょっとあれかな、決着まで時間かかっちゃうな、これだと。今度はどうだ、泥棒捕まえとくか。魔女を破壊のまじないに隣接させといて、ついでにね、泥棒を捕まえて、あ、ちょっと待って、今の、あれだ、おそらくね、上下隣接扱いにならないっていう、やつが加わってたんだね、やっぱり。だとしたら、まあ、今、だとすると、今のはね、ちょっと交換先ミスってたかな、という感じですね。で、上下は隣接じゃないけど、斜めは隣接だと思うので、まあ、これだったらトランプしっかり触れ合うのかなっていう感じですね。で、賞金稼ぎが破壊のまじないでぶっ壊されていく。ここはスキップで OK。まあ、せっかくだからラストに枕使いますか。で、10スピン後に1500ですね。コインには余裕がある。マネッコ発動は間に合わないけど、まあ、エンドレスモードを考えて取っておくか。ダイバーと鉱山。まあ、鉱山飛びましょう。あー、フラッシュでもいいな。これ、オイル缶じゃなくて。まあ、でもせっかくだからオイル缶取るか。交換する2個は、どうしようかな。上下隣接ならずだから、まあ、トランプ名人こうやろうか。これで一応ね、ハートと、スペードはジョーカーにできる。まあでも周りに強いのがなかったからあんま意味なかったな。これはどうするか。っていうか、賞金稼ぎが破壊のまじないでぶっ壊されたせいで泥棒を捕まえる手段がない。じゃあこの破壊のまじないでメガ宝箱か泥棒を破壊するようにここに置いてみるか。罰を壊した。なるほど。ただまあ54だったらとどめですね。どっちにしろ。はい、ということで、まあ、今回はね、無事クリアできましたね。お前の親はギロチンにかけられた。ということでね、また、ギロチンエッセンスのね、実績解除のために、エンドレスモードはね、やっておこうと思います。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。